はいどうもこんにちは、いっぺです。今日はね、今日ご紹介するのはこちらね、函館の洋菓子のスナッフルズですね。スナッフルズのこのプチショコラとふわふわサンドクッキーですね。これがね、昨日千歳空港行ったら空港限定で売ってたんですよ。これでね、限定に弱すぎて、あまりにも限定に弱くてね、一発で買いましたでもね、そんな高くないですよ、これ、ね、で、これ買ってきて、でこっちに関してはね、JAL のファーストクラスで採用されたお菓子なんですね。なんで、あなたが JAL のファーストクラス乗るとこれのね、このプチショコラが出てきますからね、すっごい美味しいんでね、食べてみてください。JAL のファーストクラス乗られた方はね、もうタダで出てきますよね。お腹いっぱいになった後もデザートかなで出てきたりとかするのかな、もしくはデザートかなんかでね、出てくるかもしれないので、それでね、食べてみてください。めちゃくちゃ美味しいですよ。これね、1個でね、消費税 8% の今で456円だったかな、ぐらいだったんで、まあね、お土産にしては安くないですかね。しかも JAL のファーストクラスで採用されたお菓子なのに4個で450円、まあ、500円しないという感じで、おおっと思って、で、ね、3個買ってね、もう2個昨日のうちにね、あげちゃいましたちょうどね、ジンギスカンおごってくれるということで、のこのこ出てってね、そして、ね、ただおごってもらうだけじゃね、申し訳ないんで、これをね、お返しとしてね、プレゼントしたらね、大喜びしていただけたんで、よかったなーって思いますねっていう感じでね、まあね、千歳空港にね、こういうお菓子屋さん、2階のフロアにお菓子屋さん、2階、千歳空港2階の国内線側ですね、にお菓子コーナー、すごい広いお菓子屋さんのね、お土産屋さんコーナーがあるので、そこのスナッフルズがね、これすごい美味しいんでね、食べてみてください。でこっちのね、ふわふわサンドクッキーの方はもうね、今動画撮る前になんかね、5個入ってるんですけども、全部食べちゃいましただって美味しいんだもん美味しいもの食べたくないですか美味しいもの食べたいですよねで食べてたら、あ、これは動画撮らなみたいな、こんな美味しいのないよみたいなと思って動画撮りました。でこの真ん中のこの白いの、この白いところがマシュマロなんですよ。マシュマロ、このマシュマロがね、ちょっとね、ミヨンって伸びて美味しいんですね、これまた。で外側のチョコレートもね、結構簡単にパリッと割れる感じじゃなくて、少しね、厚みのあるチョコレートでコーティングされてますんで、めちゃくちゃね、僕好きなタイプですね。チョコレート好きなんで最高ですよ、これっていう感じでね、スナッフルですね。まあね、袋はこんな感じで出てきますし、一応ね、お土産用にね、もう一個買ってますんで、これはね、誰かにあげようかなって感じですね。まあね、チャンネル登録者の皆さんがね、増えてきて、で、YouTube の報酬がね、結構増えて、もっと、そうですね、今ちょっと結構、交通費でなくなっちゃうんで、なんで、YouTube の報酬がね、もっと上がるようになってきたら、こういうのもね、視聴者さん登録、プレゼントみたいなのね、やっていけたらいいなと思いますって感じですね。まあ、どっちにしても、この千歳空港、これですかね、千歳空港のサンドクッキー。これですね。ふわふわサンドクッキーですね。ふわっとした雲をイメージしたマシュマロを3種のスパイスに効いた北海道の恵みたっぷり贅沢チョコがけサブレでサンド。新千歳空港店限定のここでしか味わえないクッキーですということで、スナッフルズな、函館のスナッフルズなんですけども、新千歳空港でしか食べられないんですよ、これ。なんでね、北海道旅行来られた方、新千歳空港、ね、近くに住まわれてる方、あとは北海道に住んでる人とかね、空港に、千歳空港に行くことがあれば、これね、売ってればラッキーですね、まだね、そこまで知られてないんで、少しね、商品は山あったんですけども、こういうのね、知られるとね、一気になくなりますからもう秒でなくなりますよ、ね、旅行に行く人ってお土産めっちゃ買うじゃないですかでこういうね、千歳空港限定で
千歳でしか食べられないすごい美味しいお菓子だったり、こういうね JAL のファーストクラスで採用された、しかもこれ1つ4個入りで500円しないから、もうねお土産に手頃なんですね。でこういうのを持って行った時に、あのいやこれね空港で見つけて食べてみたらめっちゃ美味しかったんですよ、もう本当に最高でみたいな。でね、これ自体が新千歳空港限定でしか置いてなくて、でさらに JAL のファーストクラスで採用されたプチショコラなんで、これはね絶対ねあなたに食べていただきたいと思って持ってきました、食べてくださいって言われてプレゼントされたら、もうね嬉しいみたいな、絶対嬉しいじゃないですか喜んでもらえるんで、ね、しかもねたった500円ですよ、たった500円でねそんなね喜んでもらえるんだ、相手に喜んでもらえるんだったらね、もうねこれはね買いっすねと思って動画撮らせていただきましたでこういうのをあげるときに一つ思ったんですけども、あげるじゃないですか、うん、で4個あるんで、そのあげた相手1人で全部食べちゃうのもいいんですけども、あげた相手が誰かとシェアして食べるときに他の人に、私が誰かにあげました、その誰かがさらに周りの人と食べましたときに、誰かが周りの人に簡単に伝えられる、ね、あのキャッチコピーみたいなのも添えてプレゼントしておくと、またその人がねその人の株が上がるから喜ばれちゃうんですよっていうようなねあのプレゼントの仕方するといいと思いましたんで、今ね、うん、なんで今伝えようかなと、アドバイスしようかなと思いました、うん、だってそうですね、ただに入ってもらったら、あーなんか黒い箱に入った包装は簡単なチョコレートだなみたいな、うん、食べてみたら、あ、美味しい美味しい、うん、で美味しいのもらったよみたいな感じなんですけども、今みたいにいや JAL のファーストクラスで採用されたプチショコラなんですって、で新千歳空港でしか買えないんで、これはね食べたら美味しかったんですよ、なのであなたに絶対食べていただきたいと思ったんで持ってきました、どうぞとか言われたら、あのうわー嬉しいってなるし、それを周りの人に、いや空港限定の JAL のファーストクラスだってとか言われたら、それをもらった人たちもまたね嬉しいじゃないですか、うん、っていう風に嬉しさがね広がっていくんで、なんでねこういうものを見つけてプレゼントするときは、ぜひね、つまらないものですがっていう人いると思うんですけども、まあ、そういう言い方もあると思うんですが、僕的にはねつまらないものだったらくれるなよって話で思っちゃうんでね、なのでいやこれ大好きなんで、もう本当美味しくて僕大好きなんでね、こういうことでこういうことでこういうことでっていうものなんで、ぜひね食べてくださいってねいうふうにあげた方が、もらう側もね全然気持ち気分違うじゃないですか、つまらないものつまらないのかみたいな、いやすごい美味しいもので、あ美味しいんだみたいな感じで違うんでね、ぜひねこういうふうにものはプレゼントするときね、プレゼントをするときにはぜひそういうような形でプレゼントさせてあげると、相手も喜ぶし周りの人にも伝えやすくて、相手の株も上がるということなんで、ぜひねやってみてください、ね、本当ね千歳空港のなんか数年前からね千歳空港でかくなったじゃないですか、でかくなったんですよ、うん、で国際線の乗り場と分かれて、国内線と国際線が分かれて、国内線と国際線が分かれて、真ん中をね 500m ぐらい通路でつながってるんですけども、で国内線側の2階のねお土産屋さんコーナーはすごい充実してますし、でその間を国際線と国内線をつなぐね通路は2階と3階あるんですけども、3階はねもうね3階の国内線側はレストランフロアだし、で国内線から国際線につながる3階の通路は結構ねエンターテインメントというか遊ぶところがいっぱいあって、でドラえもんのコーナー、ドラえもん のコーナーと、あとカフェとお店、それとあとハローキティの、ね、カフェとお店とエンターテインメント、あと子供を遊べさせとく、子供を遊ばせとく、ちっちゃいね、ちっちゃいって言っても何畳か30畳ぐらいあるのかな、結構広い遊び場みたいな、うん、ところがあるんで、そこでね お子さんで遊ばせとくとね結構親御さんもね家族旅行もね結構楽になるんじゃないかなと思います、本
ほんといいんでね、まずはねスナッフルズ、空港に行ったらスナッフルズね、これ食べてみてください。こっちがね空港、千歳空港限定で、函館のお菓子なのに千歳空港でしか食べられないふわふわさんのクッキーですね。と JAL ファーストクラスのお菓子として採用されたプチショコラ、僕的にはねこっちがおすすめですということで、どちらもね美味しいんでね食べてみてください。ということで以上です。じゃあねー。